どうも、エルザです。それでは、原神やっていきたいと思います。さて、前回の続きだね。まあ、ほとんどお使いみたいな感じだったけど、今回は、ピンバーヤ。と、会話らしいね。先人の鈴というのがいるらしいけど、尻を洗う鈴とは一体っていう感じだね。あ、この人か。諸行無常、諸行無常。おや、若者や、花見でもしに来たのかい。残念じゃが、このルリユリはもう散ってしまったよ。この花どうして散っちゃったんだ？バーヤが若い頃、このルリユリは人の感情がわかると言われておった。例えば笑い声や歌声、楽しそうな声を聞くと花も喜んで綺麗に咲くんじゃ。逆によくないこと、例えばでたらめな噂話なんぞを聞くとすぐに枯れてしまう。じゃあこの花たちは今リーユエコーの現状を感じ取ってるんだな。そうじゃ、ガンウォーテープンが死んだなんて噂はただごとじゃない。いろんな噂が流れとるよ。ファデュイの陰謀だの、海にいるあれが暴れたからだの、七星の自作自演だというものもおる。この港はまるでマッチの山みたいじゃ。小さな火がついただけでそれが一気に燃え広がる。ああ、この話はここまで。バーヤは年寄りじゃから小言を言うのが癖でな。して若者、何か用かい？そうだね、先人の鈴を借りたい。ああ、あれか、覚えとるよ。確かに持っとるが、どこにやったか。あの鈴はバーヤが若い頃にある友達が持っていたものなんじゃ。その鈴をじっと見つめていたら、彼がバーヤにくれたんじゃよ。あの時彼は言っておった。今後誰かがこの鈴を借りに来たら必ず渡してほしいと。過去にこの鈴が借りられることは何度もあったのじゃが、いつの間にか鈴を借りに来る人はいなくなっておった。ふう、バーヤの老いた体じゃ、探すのに一度時間がかかりそうじゃ。少し待っててくれるかね。いや、自分たちで探す。そうだよ、おばあちゃん、家まで送るから、探すのはオイラたちに任せてくれよな。ついでに部屋の片付けもしてやるからさ。子供たちや、鈴ならすぐ近くに保管してあるから心配無用じゃよ。ん？おばあちゃん家ってこの近くにあるのか？どう？ここって極境台だぞ。お金持ちなんだな。ほっほっ、バーヤじゃ城内に屋敷なぞ買えんよ。この壺を見ておくれ。バーヤの荷物は全部ここに入っておる。ん？壺？荷物が全部？そしたらパイモン、壺に入って探してくれる？どう考えてもオイラが入れるわけないだろう。それに入る必要もない。蓋を開けて中を見ればいいじゃないか。とにかく鈴はこの壺の中にある。鈴が欲しいなら中を覗いてみるとよい。変わったおばあちゃんだな。絶対吸い込まれるだろう。入っているとか冗談だよな。
ああ、ここか。で、勝利が来たくなかったのはこれを知ってたからか。ここは一体どうなってんだ。子供たちよ、そこはバーヤが荷物を入れてるつぼじゃ。鈴を探しにお行き。うわあ、おばあちゃんの声だ。ここピンバーヤ仙人かも。しかしておばあちゃんの壺の中、本当だよ。掃除しないと蜘蛛の巣だらけでいかんの。子供たちや、ばあやの代わりに掃除してくれんか。と、か、は、と、え？やっこっつい、熱々でしょ。神なりねえ。ま、水で感電させとけばそれなりに。よし、終わり。勝利してたよね、こうなること。ちなみにお宝はないよね。よし、気づいたか。君か。さっきの蜘蛛の巣、元素で構成されてた。この壺、おばあちゃん一体何年掃除してないんだ。飛べ。あ、落ちないか。落ちてくれるとね。あ、落ちないか。さよなら。落ちていったね。はい、まやせまやせ。燃やせ。まあでもマップの音も静かだね。あーまさかの。他の処理は OK。 さあね、落ちるとね、幻想溜まったやつが全部チャラになるからね。パイモンと同じこと言ってるね。そうね、作ったっていう話してたからね。ますます怪しい。あのおばあちゃん絶対仙人だと思うぞ。でも仙人たちって絶雲の間に住んでるんだよな。どうして城内にいるんだ。ガオン帝権と関係があるのかな。全員離れてるってわけでもないのか。州とかみたいな感覚だろうかね、人の姿でいるっていうのはね。なんかめっちゃ当たる。痛い痛い痛い。お前か、攻撃してくるのかお前。
綺麗に氷の中に入れられるな。どっかいるか、なんか。おお、なんか攻撃が。違いよね。世界レベル上げたからか。消えるんだ。沸騰したよ、沸騰。これ。これ。はい。これで OK かな。この壺、一体何層まであるんだよ。オイラたちも、こんな壺を持ってたらな。いやいらないだろう。野宿しなくて済むしな。まあそれは、一理あるな。ああ、そっか。お掃除しろって言ってたね。うん、かけっこしましょう。 あいつか、遠くから攻撃してきてたのは。とりゃ、これで上か。さあ、つながる。まあ、この辺りは関係ない感じか。そろそろ OK かな？ゴールかな？おお、ついたね。お、鈴や鈴。見つかったかい。若者は動きが機敏で助かるね。さて、出るにはどうするんじゃったか。これでよし。子供たち、やっぱ掃除だね。早く出ておいて。倒してなかったら出れないみたいな感じだったかもね。こっち側行けるけど、特にお宝があるわけではないか。みんな頑張ってね。さあ次。まあこれで正体がわかるだろうね。若者は体がよく動いていいの。こんなにすぐ見つかるとは。仙人、ああ、七星じゃなさそうだな。仙人、その二文字を他人から言われたのは久方ぶりじゃ。やっぱ仙人か。バーヤが仙人かどうかはもう分かっとるじゃろ。もう分かったような分からないような。でもおばあちゃん、この鈴持っていっていいのか。変だと思わない？岩王帝君にあんなことがあったばかりなのに鈴を取りに来るなんて。おかしな子じゃ。今までこのリーウェ港からどれだけの仙人が去り、その度にどんな波風が立ったか知らないじゃろう。しかしそのどれもがしきたりに従って操船儀式を行ってきた。ならば今回も行うというのが筋じゃ。犯人探しばかりして操船儀式をおろそかにするなぞ本末転倒。今この時鈴を借りに来た者が現れたのは
きっと旧友の誰かが耐えきれなくなって立ち上がったからじゃろう。だからばあやは鈴を渡す。当然じゃ。もし旧友が鈴を返さなかったら？返さない？仮にそうなったらばあやが直接行って返してもらうさ。随分とご無沙汰しとるし、お茶でもしながら世間話するのも良いじゃろう。さあ、鈴は渡したし、お雪、それとあなたたちにお使いを頼んだ人に伝言を頼みたい。時間があったらお茶をしに来てほしい。ばあやの持ち物は少ないが、急須くらいは持っておる。うん、伝えておく。ありがとな。勝利はもしかして仙人かもね。仙人か神の心持ってるかだな。ベンティ的な存在な気はするけど、それならここまで手伝ってくれるのも納得いくからね。ああ、確かに先人の鈴だ。うん、いい状態だな。一緒に高校も置いておこう。勝利先生も仙人なの？仙人。うん、怪しいぞ。でも言いたくないなら今は聞かないでおいてやる。そうだ、おばあちゃんから伝言を預かってるんだ。時間があったらお茶をしに来てほしい。ばあやの持ち物は少ないが、急須くらいは持っておるってさ。その口調似合わないな。しかし彼女の急須は確かにいいものだ。うまい茶が飲める。時間があったらいい茶葉を持って彼女に会いに行こう。それで儀式にはあと何が必要なんだ？ああ、次はタコを買いに行くぞ。タコ？一緒に遊んでくれるのか？まさか休憩時間？違う。タコは子供のおもちゃだが、リーウェの儀式においては他にも象徴的な意味合いを持つ。詳しくは後で説明する。まずはタコを手に入れよう。うん、よくわからないけど、わかった。さあ、続いてはタコ。結構離れてんね。まあでもダンジョンクリアしたし、そんなに手間がかかるとは思わないからね。連続でダンジョンっていうのは確かにないな、今のところ。タコくださーい。山バーヤ。お客さんもう来たのかい？予約していた7枚のタコはできてるよ。もう受け取るかい？ほう、予約してくれたんだ。頼む。この時期にこういうタコを買うお客さんは珍しい。昔だったらちょっと特殊なお客さんが買いに来てくれたけど。勝利は往生堂の家系だから、そういった事情にも詳しいよな。それに旅の途中で勝利はいろんなことをいっぱい教えてくれた。そうだね。茶、香料、花、虫や鳥の話もしている。なあ、DUAの人々が大好きな経済や政治の話もわかるみたいだけど、それより使いどころのない知識のが好きみたいだよな。そういう面白いことをお前たちと共有したかったからだ。子供のおもちゃは面白いものだからね。私も子供の笑顔を見るのが好きだけど、それとは別の思いもあるよ。
子供はいつだって精巧なものを好きになる。しかし、この精巧も千年以上の積み重ねであり、その裏にはちゃんと意味が存在している。私はリーユエで40年タコを作ってきた。だからどんな様式のタコもよく知っている。お客さんが注文した7枚のタコ、その意味は普通とは異なるものだ。その通りだ。これは操船儀式に使う飾り物。7枚のタコは七神を象徴する。風神に捧げるタコの模様は自由に色を塗らせてもらったよ。元神に捧げるものは契約通りに描いた。この模様は古くからあって黄金屋でも見ることができる。ん？黄金屋って最近聞いたな。あ、このタコの雷の模様、輪転する感じがうまく描かれている。まさに雷神が欲している永久そのものだ。知恵に捧げる草の模様、金木の年輪、それらが巧妙にタコの骨組みと融和されている。素晴らしい。水面のように金星の取れた正義、炎のように熱く燃える戦争、それからかつての標人の細部まで精巧だ。詳しいお客さんからたまに褒められるのも私の楽しみの一つだよ。では品物をいただこう。金に関しては俺が払うよ。おお、タルタリア。な、講師だ。ここで会う約束をしてた？待ち伏せ？待ち伏せやな。まさか、偶然通りがかっただけだよ。勝利先生は相変わらずだ。支払いをするとき、いや、誰かが支払いをしてくれるとき、いつも値段を見ないし、財布の中身も見ない。だが実際は金銭の価値を理解していて、世間の人々の苦しみだって理解している。それなのに、貧乏というものがわからず、彼自身がそうなり得る可能性を分かってない。もしくは金を持っていない自分を想像できないと言った方がいいかな。ありえない。よくここまで餓死せずに生きてこれたな。孔子殿は相変わらず冗談を言うのがお好きだ。さてタコも手に入れたし、次の準備だ。休息は不要だろう。操船儀式には物だけでなく人手も必要だ。不当の付近なら労働者を雇えるだろう。この金を持っていくといい。あと言わなくてもわかるよね。値切りは君自身がすること。勝利先生に任せてはダメだよ。一歩遅かったな。何やら面白い情報を聞き逃したみたいだ。ほう、面白い情報ね。今度はもっとタイミングを見計らって登場しないと。やっぱなんかあれだね、あれだね、やっぱ元神てか神の心か、そっち狙ってる感じがするな。お、ヤマバーやと思ったらこっちクエストが出たのか。はあ、これで出たね。よし、行こう。ちょっとね、行けるところまで行きたいよね。まさかのバッテリー。よし、オッケー。いいぞ。俺はいつでも全力で仕事する。内容は何だ？言ってみろ。そうだな、極境台で木製の道具が少し足りていない。珍しいものではないから用意していなかったんだ。木の枝50本、木材20本頼もう。問題ない。
なら2万モラでどうだ。ああそれでいい。そうだね。いや値段の交渉しよう。そうだね、持ってないんだよね。全部でいくらかかるかがよく分かってないから、そもそも。どう？これぐらいで。まあいい。悪くない額だ。受けてやるよ。そうか、結構大きく出たけど、OK だったね。さあ一つ目。で二つ目は？玉境内で一日雑用？問題ないよ。一日2万5千モラだけど。うわ、ちょっと高くないか？このモンドを救った英雄に免じて、少し安くしてくれよ。モンドを救った英雄？聞いたこともないな。英雄を知らないなら仕方ない。だがモラは知っているな。全額支払おう。ダメダメ。いや値段の交渉しよう。25でしょう。となると、その額じゃダメだな。もう少し高くしてくれたら考えてやらなくもないけど。そうか、であれば早速1万2000円はね。いや、ちょっと待った。ちょっとそれだと最後の材料が買えなくなるから。その額なら、まあいいか。1日分の妥当な給料だ。おお、よかったよかった。1万9000なかなかよ。で、最後の一人と。でも言っておくけど、俺は冒険者協会の候補メンバーだから、冒険依頼はウェルカムだけど、書類仕事だったら断るよ。冒険か。山奥で儀式に使う小鳥を捕まえるのはある意味冒険かもしれないな。え？おお、小鳥か。それなら難しくないし、冒険者候補にうってつけかな。1万5千モラでどうだい。1万もね、適正な価格だ。いや交渉。あのね、自分が行った時そんなもらえんから。候補でしょ。小鳥5匹、うん、いいだろ。この値段で受けようよ。聞いてください。さあ、オッケーで、タルタリア。あれ、もう終わったんだ。残ったお金は返さなくていいよ。ファデュイのために働いてくれた人を損させるつもりはないからね。ふん、これっぽっちの小銭でオイラを買収できると。で、次の資金はいつだ？君たちがある情報を教えてくれたら、北国銀行の金庫特別に30分開放してあげるよ。何の情報だ？ダメだよ。何の情報を欲しがってるのか分かるのか？ファディが狙ってるものでいたら覚えてる？モンドで。あ、モンドでファディの宿所が。さあさあ、何の話かな。どうしたんだい？様子がおかしいよ。次は衛生校のために福袋に行くぞ。
あそこはリーユエ校で最も有名な薬庫。ん？どうかしたのか？なんでもないさ。残ったお金は返さなくてもいいと言っただけだよ。ではこれで。恐ろしい殺気を感じたぞ。まあやっぱ狙ってるね。はい、ということで今回ここまでにしましょう。いやー、なかなか長いね。結構短く終わるかなとか思ったけど、そんなことなかったね。まあでも多分そろそろ最後だと思う。ということで、ここまでにご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあまたね。